猫ですね。機械化がなすごい。さあ、この番組では毎週オープニングに俳優の成田涼さんも楽しみにしている猫ちゃんに関するニュースをお送りしています。この間、ぽかぽかやね、お昼の番組でゲストで来てくれましてね。聞いてますって。うーん、そうなんですよね。ありがたい。言ってましたよね、だからね。 すごい。言ってくれてましたよね。そうそう。言ってて。くれて。すごい。なんか楽しみにしてるっていうふうに。ねえ。う嬉しいねねうん。だから、その、あれですよね。うん。あの、え単生物ってことでいいですか単生物ってなんですかちょっと全然わかんないですけど。単生物ってなんですかどういうことですかなりたい。単生物ってですか えあの聞いてくださってる人のことですけど。違う違う。えタンタミンとかで、タンタミンとか。ちょっとわかんないですけど、単生物。単生物,生物いや、ターンは、ターンっすよね。あらいつはターンのターン,ン,ンっすね。生物ちょっとひどい。ひどいっす。過去、過去位置でひどいですけど。たぶ生物ってことでいいっすよね。なんで、今、いろいろありましたよね、はい、なんかね。なんで、なんでしたっけあー、なんでしたっけ ハライチョフとか、ハライータ,タ,ターとか、タンタミン。今回なぜ <laughs> 炭生物はず、さすがに離れてっちゃいます、もう。リスナー炭生物って、名乗れないです、もんそうなんですね。え、今ね。成田亮さんも炭生物。単炭生物っていうことですね。そう最新はもう炭生物。炭生物に決定、決定でよろしいですね。ですね。成田亮さん炭生物。ありがとうございます。炭生物っていつまでも言ってくださいね。びっくりしてると思います。けどねはい。今週の猫ちゃんニュースはこちら。猫と一緒に鑑賞 えー、タイの首都バンコク郊外にある映画館で、えー、タイでは初めてとなるペット同伴 OK の上映会が開催されました。<laughs> えー、上映中、ペットはおむつを着用し、えー、ゲージの中に入れることが定められており、えー、音響や照明はペットが快適に過ごせるように調整されたそうです。<laughs> えー、上映会は多くの飼い主が、えー、ペットと共に来場し、えー、実写版リトルマーメイドを鑑賞しました。<laughs> ああなるほどおおこれなんかでもどういうあれなんですかねなんですけどねこれねね別にえい。見せたいってことなのかなペットにもペットにもか家でやっぱお留守番できない子とかってことなのこれはでも犬多いっすねでもねあれ 犬多くないですかこれじゃあ、そうなるともう、うん。猫ちゃんもいますけどね。猫少ないね、確かに、写真見ると、うん。犬の飼い主は見せたがりますからね、やっぱり。ああ、他の人にみたいなこと、うん、自慢したいみたいな、うちの子犬が散歩したいみたいな、ね、ふうに思ってるかもしれないですけど、あれ、 飼い主が見せびらかしたいだけですいやいや、運動させないとダメなんです適当に。したいだけいやいや、運動でしょ、あれは。はい。ね、だからこれもペットニュースになりますけど。いやいや猫ちゃんニュースであります。やっぱ猫もいるんでね。うん。またなんかリトルマーメイド見てるのもややこしいし。ね。猫ちゃんいい人ですね。うん。なんかね。なんかおしゃれキャットとかじゃないですね。そうね、なんかね。そうなんですよね。俺はちょっと、まあ。まあだから。 落ち着いて食べれないよね、うん、だかからなんかこの岩井、うん、うちもそうですけど、はい、いっぱい食べるじゃないですか、ね、まあね、ねあのキャラメルポップコーンのエル、えー、<laughs> ポップコーンのエルなんて食べてたら、もう、はいえー、あと、やっぱこうね、あのでっかいのが飲み物買って、あと、チョビットチキン。はい チョビトチキンイタイにはないと思うんですけど、チョビトチキン、タイにないかな、パクチー、ポップコーン、パクチーだけじゃないですけどね、ポップコーンを入るとね、トムヤムチキンね、ちょっと浅いです、タイの知識が浅いです、人気は出そうですけどね、うまそうだから。ということで、早速参りましょう、ハライチ、356回目のターン。 改めまめしてこんばんばは原の岩井でですすビル学生はそろそろ夏休みうんですねもうねはい、はい、家族旅行に行く方も多いんじゃないですかどうすんすかああ家族旅行とか行ってました岩井家はうち行ってたけどね、まあ、海とかねあそう、うん、行ってたと思いますよ<ー>別のとこの家族とかと、ね、ああ一緒にねうん 家族とどっか行く予定も立ててたなそうなんだそうそうそう引っ越しちゃった友達のところにみたいなそういうのは立つよりなんか疲れちゃうじゃんんか別の家族というかあのさ旦那からしてみたらほぼ知らない人でしょこのママさん子供たち母親のつながりで絶対行ってるでしょそうが多いだろうね だから偉いもんねでもそのなんか三家族ぐらいで行くんかな。みんなパパは行かないから。え？あそうなん？そうそうそう。パパはまあ仕事でとか。気づいたらもうやっぱりママたちだけで計画立ててみたいな。まあそうなんだろうな。まあね。なんか誰も言わないだけでパパって家族じゃないんだろうな恐ろしい。な答え出すよ。誰も言わないだけでさ、本当の家族だとはあの半分ぐらい思ってないかもしれないな。そうなの？うん お金だけ家族って言っとけばお金を運んできてくれる人なんでこれってまあでもそれでたまに笑えるならいいけどその契約でもすごいよねその契約でも本当にすごいと思います笑顔いただけるんならさあそんな中こんな話題もありましたチョコがないキノコ山が登場はい チョコがないき歴史ですか？キノコ山キコがないキノコ山？キノコ山って大体ねチョコの回し付けてますけどチョコのチョコがないチョコがないどういうこと？キノコ山ですねなんですか？大好きなの？キノコ山チョコが大好きなんだけど今回はキノコ山にはチョコありませんよチョコありませんよって勘弁してくださいって塩まっかりにすいませんチョコまいてるあのキノコ山が。 きのこの山チョコがないきのこの山が登場というきのこの軸の部分となるクラッカーだけが入ったきのこの山、うん、その名もチョコ脱いじゃったきのこの山が発売クラッカーは通常のきのこの山のおよそ2倍入っているという、うん、だから他のお菓子やアイスと混ぜる食べ方が提案されているらしいですねだ<ん>から牛乳つけたりね、うん、浸してって 食ったりうんアイスにのっけたりとかんバカなこれはよほらどうですかこれは本当に本当にこ,こんなことしたって人気出ないんだよ<え>もっともっと人気ねえんだからよタケノコの里よりあ<ら>なあそれも半分にしちゃってるんだから人気出るわけねえだろこんなもんよのの山に 何に勝てんだよ、きのこの山、人気あるわ、きのこの山もめちゃくちゃ、たけのこの里にはちょっと負けたりね、たけのこの里のほうが確実にうまいんだね、だから、やっぱ、もち米さんともそうなりましたね、これ、話してたら、やっぱじゃあ、たけのこの山のビスケット部分の出して、あれ、すごいうまいという人も、たけのこの山、何、その、相撲部屋は、お前

ね、これはね大変ですねおおということで今週もよろしくお願いします斎藤和義で「君の顔が好きだです」「だ先週」 ちょっと私は終始分からなかったんですけども、いわゆるチャット GPT を心配してましたよね、はい、そうなんですよ、この間ね、特番で共演したんですけど、チャット GPT ね、うん、なんかあのゴリラのキャラがつけられてて、はい、それが喋るみたいな、でも中身チャット GPT みたいな、うん、でもそれって、なんかちょっとやり取りがうまくいかなかったりしたんですよね、うん、ねまあそうだね、うん、だから、実力が伴ってないまま、うん、まあテレビに出さされちゃってるんですよ。うん、でそれをなんか誰もね 芸人もいじれない状態、腫れ物に触るみたいな感じになっちゃってるんで、このままだと売れてるって勘違いしたまま実力なくて旬が過ぎていっちゃうからあの、みんなでいじってね、面白くしてあげて、うん、で自分ももうちょっと実力つけなきゃと思うで、チャット GPT 自体もあの本当に面白い人だと思って扱われるっていう、この状況を作ってあげないと、未来ないよってう話。若手芸人じゃないですから チャット GPT、チャット GPT は新しい最新のそういう機能それもう本当に冷たいよさ、共演というか、そういう機能を使ったっていうだけですから、本当にお前、本当に機械だな、機械の心、お前自体が、チャット GPT 自体が機械だチャット GPT です、本当に、私が通ってると思えない、こいつは。あんな新しいのが出てくるんだから、また、ほら、怖よくそんなこと言えるな、そんな話をしてましたら、メール来ました。 ラジオネームカームの魂、はい、先週の放送でチャット GPT のことを親身になって考えている岩井さんの優しさに感銘を受けました、うんはい、これからどんな指導をしていくのか注目させてもらいます、うん、いつかチャット GPT がハライチのターンのゲストに来て岩井さんと若手時代の話に花を咲かせる日を楽しみに待っていますありがとうございましたあの時は。チャット まあなあ、うん、チャット GPT がやっぱこうな、うんあの、ラジオとか持てればいいけどね、まあね。<laughs> ラジオなんか持ってないでしょ、その、だってじい自発的にこう、うん、できないだろ。うん なんか、なんか、まあ、そういう部分もある。質問したりとかじゃないと。なんか、自分から、その、なんていうの熱量を出せないみたいな。だからこそ、振ってあげたり、いじってあげたりしないといけないわけじゃん、こっちの。振ってあげる、いじってあげるってか、まあ、そう、なんか、わかんないことはそっち系のやつだから、そっち系の芸人だから、やっぱ、その、自分からいけないから、だから、いじったりとか、そうそうそう、カウンタータイプの。怒らせてあげたりとか、ああ、そういう感じ メールも読めないだろうしな、チャット GPT は。うんできねえだろう。ラジオお前,お前、本当にさ、それはもう若手に言わないであげて、そういうこと。<laughs> 最初メール読みないから、できないからみんな。メール読み、読みのその技術、<laughs> 読めないんだよ。<laughs> わけわかんない。いや、そんなさ、もう、そんなさ、技術を言わないであげて、最初から。<laughs> 面白くないチャット GPT だっ面白くないって言ってみんなやめちゃうって。それいなくなる、<あ>チャット GPT お前が言ってるからよ。<然>すぐやめちゃえ、そんなの私。私はもう一瞬絡みません、チャット GPT <laughs> お前、怯えてんのかチャット GPT に。<laughs> なあ。は 面白くなったチャット GPT に怯えてんだろ、お前な。全然怖くないね<の>チャット GPT。じゃあ、じゃあ、育ててやりゃいいじゃねえかよ。魂、魂の突っ込みだから、こっちは。<え>できないだろ、そんなチャット GPT。チャット GPT にも魂の突っ込み、できます。はあんだから、魂が。チャット GPT にも。<laughs> 何言ってんだ、こいつ。やってるんじゃん、チャット GPT とそういうことかよ <laughs> いや。焼いてんのか、お前。<laughs> <laughs> 結果わ <laughs> かんないよいてんの俺も結局わかんないよ何がなんでこんなムキになってるの <laughs> <laughs> そういうもうムキになった時点でお前はチャット GPT を認めてるってことだよね<ー>ってことなのかな<ー>むしろチャット GPT にいじってもらってるみたいなことだんな俺はもう,なもうそういう女性嫌怒っちゃってるってことはタ <laughs> <laughs> イチの きですサあビューです今時間 TBS ラジオから全国19局ネットでハライチのターンをお送りしておりますそれではみどり安全さんとのコラボコーナーに参りましょうもっと安全確認感 <noise> このコーナーナは工事現場をはじめ日常の安全を守るみどり安全さんのようにリスナーにも日頃から安全確認をする意識を高めてほしいということで日常のシチュエーションに対して安全確認くんがどんな安全確認をしているのが送ってもらうコーナーでございます、はい、さあ今日もみどり安全さん来てくださってありがとうございます,い,ます本当いつも本当に毎週のように来てくださってありがとうございます <laughs> 結最後、吐血確認してください。まず自分の安全を。血入ってます最後。限界値がわからないんで、私抑えてくれちゃう。ごんなさい。と,と,いということで、安全確認のコーナーでございます。<はい S 2> ラジオネーム、お夜食はラーメン。アーティストがクラップお願いしますって言ってる、あんまり知らない曲だけど、一緒に盛り上がるぞ 手拍子やめるタイミングはいつの間にか自分だけ手を叩いてて、我に返る瞬間が訪れるけど、大丈夫ですかあれはあるね、<laughs> あるよ、ビタッとみんな同じタイミングでやめますからね、やめるよ 1>、ねで、1回でも多く叩いちゃってると、<laughs> うわっって思っちゃうんだよ、ね、もうそれはもう、恥ずかしい、<laughs> それから、もう知らなかったんだ、あいつっていう、目立っちゃうんでね、そうなんだよね。あんんまファンじゃないんだねそそうそう,そう <laughs> なっちゃうんだよね。いよ,いよね、うんえー。ラジオネーム、えー、風鈴と扇子。街にゾンビが溢れかえってるみんな、この建物に逃げよう誰か一人は噛まれてますよ。<laughs> <laughs> 噛まれてること隠そうとするんで、さっさと炙り出して早めに処理した方がいいですよ。<laughs> そんな言い方しないであげてよ。なんかその悲しい別れがあんのよ。そこもいろんな思いがさ。そう <laughs> な,なんですよね。そうし、そしないとみんな全滅しちゃいますから。<ー>でも。うん、ちゃゃ、もうっともうゾンビ蔓延しちゃってるでしょ、はい、もっと早い段階の安全確認があ,、うん、<laughs> あったでしょ。 その話をし,してる。にみんな逃げ込むんだったら、誰か一人は噛まれてるんで。うん、もでもこういつは噛まれてることを隠そうとするんで。ま <laughs> う炙り出してください。ラジオネーム、返答パンダ。久しぶりに実家に帰ったら、寿司の出前を取ってくれるらしい。テンション上がるチラシ寿司の可能性を忘れてませんか <laughs> 実家は寿司の出前取ったと言いながら、平気でチラシ寿司を注文しますよ。<laughs> それってまさかちらし寿司じゃないよねと事前に確認しておいて万が一ちらし寿司を注文していた場合はコンビニに行ってカップ麺を買っておいた方がいいですそんな別にそこまでじゃないわちらし寿司ちらし寿司も美味しいけどまあね握りとはちょっとね違いますからね平気でやっていきますからいなり司しスケロク関係もあるよねありますありますそういうことだねラジオネーム服部ん世 このサービスエリア、パンあるじゃん。何が人気なんだろう楽しみだな。カレーパンかメロンパンです、ね、<laughs> <laughs> そう,そうテレビで紹介されましたっていうポップを飾って、人気ナンバーワンを不動のものにしているに違いないですよ。別にいいじゃん。な、なんそれ <laughs> カレーパンかメロンパンですよ。<laughs> いい別にそれでいいじゃんンンね。うん。それでもテンション上がるけど。色あせーったこの写真が飾ってって。<laughs> 昔の,<や>昔のなんだろうな、みたいなね。昔のだ、みたいな。えー、ラジオネーム、えー、ポリッチリ。あれあの人、萩原だっけ荻原だっけ <noise> 萩原ですよ。萩原は全国で約11万人。荻原は約3万人なので、<laughs> かけるなら萩原一択です。<laughs> ああ、これでもすごい。これはなんか勉強になるわ。そうだね。うん。かけるならそりゃそうだね。4倍近く違いますからね。なら萩原一択だわ。萩原一択だよね。でも萩原の可能性も別にあるからね。ないわけじゃないから。ないわけじゃないよね。萩原ですよ。って、はっきり言えよ。萩原ですよ。断定はできないよね。ラスト。えラジオネーム渡辺パチオ。ほうれん草に巻きついてる紫のテープ、手で引きちぎろうやめた方がいいですよ。 細く長く伸びるだけで絶対に切れませんよ。無駄に手が痛くなるだけなんで、素直にハサミで切ってください。ああ、あれ何なんだろうな、あの材質。あのビニールみたいなの切れない。そういうのは切れダメになっちゃう。そう。なんかね、傷ついちゃって。そういうの結構あるよな。もう服についてる細いやつは手でいけるよね。手でいける、俺は。俺も手でいくな。痛いけどね。痛いんだよ。 い <laughs> いよ。あの、プラスチックの白いやつだろ。プラスチック白いやつ。<ー>細いね。痛いよ。あれはでも、あの痛みを超えた先に、<う>この新しい服っていう、うんはい、喜びが。人差し指と中指の第二関節でグーってやるなよ。あ痛い。痛いよ。痛 <laughs> 俺はもうその T シャツで、例えば、デッ<ー> T シャツについてて。うん。しかもその買った T シャツを指にかませて、はい。やっちゃったりするね。はいはい あなるほどね。指に T シャツ絡ませて、巻いて、はい。あなるほどね。そう。はい、巻いて。その、<laughs> クッション材にしてね。そう,そうそうそう。うん それで、バジって。うん。そうすると痛みも和らぐけどね。そう。ということで。はい。以上ですね。以上でございます。このコーナーで採用されたリスナーには、緑安全さんが作ってくれた番組特製の笛をプレゼントいたします。はい、そして、うん、緑安全さんとハライチョターンがコラボしたオリジナル折りたたみ防災ヘルメットが再び販売中でございます。はい、番組キャラクターの謎の猫をあしらったヘルメット。はい、とにかく、 被るのは簡単,、うん、簡単でございます。で、ね、絶対必要なものですから。そう、組み立てがもう、パシーンとね。うんはい、で、7月の1か月間販売しておりますので、うん、前回購入できなかった人も、購入した人も TBS ショッピングのサイトで詳細を確認してみてください。はい、よろしくお願いします。ということで、安全確認君へのメールは、懸命に安全原市ハライチの岩井祐希です。サービューです。今時間、TBS ラジオから全国19局ネットでハライチのターをお送りしています。はいうん、土曜日に、はいえー、東京3 ミッドタウン八重洲東京駅のもう真ん前にある東京ミッドタウン八重洲でなんかフジロックのイベントがありましたねえっ八重洲のそうそうそう八重洲ミッドタウン八重洲のこのんかこうビル建物ビルが2個あってそのビルの間ちょっとこうスペースがあるんだねまあそこのスペースをにちょっとちっちゃいステージ作ってみたいな 富士ロックでこうご飯とか出してそういわゆるフェス飯みたいなのに屋台がちょっと出て、うん、そこは本当に東京ミッドタウンやエスと言えるのかなそれ <laughs> <laughs> それは東京<え>ミッドタウンやエスは東京ミッドタウン八か言って場所 えたそう東京ミッドさん、八重洲の建物、ビルとビルの間のとこ、うんうんうん、それ本当に言えんのか東京ミッドさんで。うろうろしてんな。<え>安全確認とか。<laughs> うるせえな <laughs>。言えるそこはちょっとね。ミットタウンとミッドタウン、うん、ミッドタウンですから。隙間でしょなんか。ミッドタウンでしょその敷地が多分だって。どんぐらい 人一人入れるぐらいだったんのすの中国の人が挟まるみたいな衝撃映像出るってこるそんな狭いなちっちゃ縦のイベント列の縦の列のそんなに細いところでちゃんとあんだよ。中庭みたいまあまあスペースがあんの、そのビルとビルの。充列イベント。充列イベントで。 えー、アーティスト。な、うん。アコースティックライブするとか。うん。うん、えー、DJ ちょっとプレイするとか。うん。のがあって。うん、大丈夫 ?DJ 大なんて、横に広いでしょ。<laughs> <laughs> DJ 大、余裕で入るから。じゃステージができてるから。うんね、まあまあ。 まあまあまあちっちゃいけど、この。縦乗りってそういうことえ縦列で縦の縦列で乗るってこと違います。縦乗りを楽しく縦に乗ることでしょそういなのいや、そう、そうなんか、あってそういう。で、そのアーティストさんのそういうのの合間に、澤部トークショー、みたいな。あらそう。澤部、澤部と、あとこのフェスのね、プロ、津田さんって、 同じうちの事務所にいるんだけど世界中のフェス巡ってでいろいろこうなんか発信してるマニアまあフェス言ったらそうだねフェスマニアで最初、違う仕事したんだけどフェス好きで海外行っててもうそれ仕事にしちゃおうみたいなすごい好きあいか岩井もインタビューは受けたことあるか分かる、多分。 あの津田さんってあのねフジロック行った時に何か,なんかあったなそうそうそうその津田さんと澤部のトークショーみたいなちょっとそうでなんかこんなそんなもう俺ら 一回さ、稲妻ロックフェスってね、DM レボリューション、西川さんがやってるフェスで、一回あったよね、アーティストの前に行って、ヒルクライム、ヒルクライムの前にハライチっていうのがあれぐらいしか経験ないじゃないだし、イベントみたいな、これね、イベントでトークみたいなのは、俺、あんまり経験がない。うーん、さん、結構あるでしょ、なんか、なんか、まあ、だから、オタク系のイベントね、俺は。で、MC したりとか、トークみたいなのあるでしょ。俺はそんんなあま ほぼないというか、ほぼない。そうなんだ。ないないない。で、やっぱでもあるじゃん。自分が好きなフジロックを好きな人たちなわけでね、に嫌われたくない。まあな。やっぱり。その、多少審査の目で見てる可能性があるいそれ、それはあるよね。だから、いいとこつきたい。いいとこついてる。サー澤部分かってんねそう、思われたい。やっぱり、それはある。 ちょっと緊張してた、したら始まる前、楽屋にいたら津田さんがね、津田さんとは結構、何回か飲み行ったりとか、そういうお付き合いもあって、津田さん楽屋に来てくれて、ちょっとグッズ見に行きましょうよって、ミッドタウンの2階に、そういうフジロックのグッズの特設ブースみたいなのがあって、そこちょっと一回始まる前に見に行きましょうよみたいな。 あも人集まっちゃうか、澤部さん行ったら、みたいな。なんて話したら、もうそこの、そのイベントのスタッフさんが、なんか来てくれてさ、あアテンドします、こっちなるほど。大丈夫です、すいません、みたいな。でわー、つって2階のそのブース行ったら、めちゃくちゃ人はいるけど、まあ、声は全くかけない。その、よくある、なんか過剰にアテンドして。いや、だらイベント出る人でしょ、かイベント出る人で、こんなに声かけらんないっていう。ああ、恥ずかしい、みたいな。で、せっかく行ったし。あ。 でそこのお店の人は声すごいさ「ああ,あようこそ」みたいなやってくれるし一緒に何か買おうっつって、うんえー、人気なんかこのブランドアパレルブランドとコラボしたキャップみたいなのがあったからこれいいかっこいいし「ああこれください」だっつってはい、はい、軽く「これください」っつったら「8000円」って言われて,、ね、ー <laughs> <っ>て結構すんねそう そのお店の人の前ではっきり言っちゃったっ。高い <laughs> <laughs> 高いっすね <laughs> だろうな。高いっすねって、うん、言っちゃって。なんかイベントのものだけなのにさ、うん、8000ちょっと出せないかな。まあ、人気ブランドだからなのか。うん 高いっつって。でもそれそんなさ、思うんだけど、人気ブランドのコラボとかあるじゃん。あるよ。そんなにしなくていいから。しなくていいから。喜ばないから。そこだけのやつでいいよってね。ジロックのやつでいいんだけど、みたいなね。それも買わないわけにはいかないから。マネージャーに金借りてね、そこで。金、金ねんだ、お前。金借りて、金借りて、それとりあえず買って。で、そのキャップも被って出よう、みたいなさ。で、準備、とうとうのえて。 で前基本、この津田さんがいろいろ俺にご質問してくれて、で、答えて、うん、みたいな形式。はいはい、で、今年の推しアーティストとか、うん、じゃあ今まで藤野んのベストアクト、良かったアーティストとか、おすすめのフェス飯、はいはい、えあと家族で行ってるから、家族での過ごし方とか、なんかまあいろいろ過去の思い出、想定。はい 質問みたいなのはなんとなくこう書いてあったりした台本とかにもね。で、まあなんとなく想像はつくじゃない。で、その辺をこう、俺も準備しながら。で、津田さんがステージ先出て、呼び込まれてさ、藤岡芸人のみたいな。澤部さんです。どうも澤部さん。つって、まあ、どんぐらいいたかな、100、人ぐらい ?100 人ぐらい。うん。なんかそんなに狭くないよ。 あそう、100人ぐらい、100人ぐらいででもこう。んな縦に長いやつならずに。牛乳じゃん、お前2列 ?2 列で。50、50?50 五十五十で縦に並んでない五十50、縦 ?50、50で縦じゃないのよ。順番に入れ替わりたし、澤部ちょっと見てじゃなくて。まあ大体100ぐらいで、まあこう、結構良き良き感じでパンパンでみたいな。 お願いします。どうも、サブです。って言ったら、えー、まあ、そこそこの拍手。ああ<ー>。はい、やばいやばいやばいって,てます。みんな、アーティストに来てるわね。そうそう。なんかその前のアーティストとか、<ー>次のアーティストおそらく楽しみにしてるでしょうしね。はい、あやばいやばい、みたいな。うん、ちょっとこれなんか頑張んないと。うん、で、津田さんが、今年はどうなんですかみたいな。うん、フジロック。サブさん、どういうスケジュールなんですかみたいな。うん、ああ、ポカポカあるから。 金曜、金土日ですから、富士ロック。金曜なんて、やっぱりすぐは行けないわけ、朝からは。だからポカポカあるんで、ポカポカ終わってからなんですよと、夕方ですわと、ポカポカが憎いですよね、これは、みたいなさ、こんな憎いと思ったことないですよ、みたいな、ちょっと受けるよね、このちょっと自虐というか、まあね、なんか。 で、それちょっと立て直して。まあ,あ, <laughs> あ,あよしよしよし。<laughs> まあまあ、これでよし、いけるか。うんうん、で、そっからなんかこう、いろいろもう、そ津田さんとの出会いとか、ああいろんなこう話ね。津田さんとで、まあ、フジロック芸人というか、アメトークでいろいろ話したんで、フェスさ。ああ、言ってたなそうそう。で、フェス芸人、フジロック芸人みたいのいろいろやってて、うん、その辺のこの、うん、いきさつとか、はいはい、で、そのアメトークとかでも話したような内容。うん。うん、だからもう、何回か話してる、ちょっと、 俺の中でも、鉄板。鉄板、安定した、えリ森田、さらばの森田が、藤六来て、えー、なんかサブカル女子と出会うために来て、みたいな。で、俺となんか二人で、ショートコント、なんかちっちゃいステージ上がって、ショートコントやってみたい。なで、お客さん全然来なかった。ああ、すげ滑って、みたいな。のとか、まあそういうなんかちょっと安定したね、何回も話してる話。はいで、こうちょっとまあ、受けはするその辺で。んで、わって。まあ安定した受けはあるけども、 爆発ないまま進んでいくイベントああ。い不安だよね。い不安だよね。ボガーンってないから、どっかなんか、なんか、審査員の点数入らないと。その100人は全員審査員だからね。拍手笑いがないとね。そうだね。ザ・セカンドの方式だね。そそうなんだよね。そう。3点持ってるわけだからみんなね。そう。それはもうやっぱ3点取らないとね。これやばい。で、終盤に。 藤六クこのベストアクト。今まで良かったアーティストはっていう津田さんがご質問来て、ああまあこれ想定通りの質問。まあレッチリ、レッドとチリペース、レッチリとあとバトルスってバンドとか、その辺をこう、これこれこうで、良かったっすよね。みたいな。この辺いいだろうと思って、まあまあって言ったら、ああ、なるほどまあまあ。 ちょっと、その辺はまあね、いろんなとこでも言ったりしてると思いますから、最近どうですか最近のはって言われたなんか、なんか想定してなかった。最近のって言われて、最近のはって、つばさんに言われて、全くもう、一組も出てこなくなっちゃった。ええーやば俺が、あーって、全く出ないのに入っちゃって。あー、ああーみたいな。最近だと、 えー、そうね、みたいな、うん、もうこの感じ、え、ね、ーって、うんで、津田さんもそのやばいと思ったんだよね、あれ、去年はじゃあ、去年、うんうん、去年どうですか去年も行ってる、うん、去年はどうですかってって、うん、えー、去年。えー 去年でも見たよな行ってないじゃん行ってないじゃんこい, <laughs> こいつ去年こいつ去年行ってないじゃん <laughs> まさにお客さんがだんだんそういう空気になってるねあ,あ,あれちょっとっこいつ全然ってない昔あそっか昔行ってたんだけどだけ最近行ってねどんどん,なんか減点されてくああああお客さんの頭の上の数字がああ <laughs> やばいやばいちょっと <laughs> <laughs> やばい。いや、どんどんでどんどん出なくなっちゃう。そうなるとね、えー、あやばいはいはい。つって、最初って、なんかもう、変な、なんか、なんかさ、まあ、最近はちょっとあれなんだよなまあ、家族で行ったりとか、あれで、昔の方が、いろいろ見て、こう、なんていうんですかね、青春が詰まってたっていうか、ねえ。 なんか変なことを話し出しちゃった。だらだらそう。うん、最近はつまんないみたいな <laughs> 聞き方によっちゃ、なんか,かな、昔のほうが青春が詰まってたみたいな変なこと言い出しちゃって。ああや,ばやばいやばい。解雇中な。昔のほうがいい。そうね。 で最終的に、最終的に震えながら、出ませんね、言っちゃええんじゃねえかよ。ちゃもう、白肌上げて、ああ、やばいやばい、逃げたい、この場から、やばいやばいっつって、もう、ちらっと腕時計見たら、もう終わりの時間、ああ、もうやばい、このまま終わってく。やばい、よ。ふわふわ、ステージ上で。ふわふわした、ふわふわした状態で、やばい、終わってくつって。で、津田さんもやっぱりちゃんと最後はさ、笑いでこう終わらせたいというかね、 ちだから、現地でね、澤部さんファンも多いですからみたいな、現地でわーってなっちゃって大変でしょみたいな、いませんよ、ファンみたいなね、そういうのいじってくれた、そういうの、別に仲良くさせてもらってるし、そういうのういじってくれて、いや、いませんよなんて、最後、こう締めて、そんなようなやり取りしてたら、確かにそんなファンではない。 最前列にいた小学2、3年生ぐらいの男の子が、確かにそんなファンではないって言って、それがまあまあ大きい声で、ボガーみたいな、めちゃくちゃウケて、そう、もう天使に見えてね、この子が、うわって、確かに大きい声で言って、前の方には聞こえてて、ボガーって前の方を受けて、でも、奥後ろの方のお客さんには聞こえてないから、マイク向けるじゃん、こっちも。逃しちゃいけない。 なな何ってマイク向けたらそうその子がテレビでたまに見たりはするけど別に好きではないからファンではないかな最高じゃんボーガーみたいなこれを逃しちゃいけないでもこっちを気をつけて言え、せめてみたいな突っ込んでそれもボーンみたいなうわみたいな隣に親御さんみたいいたからしつけがなってないようで。 営業みたいになっててね、最後、しつけがなって、ーガーみたいな、でもなんか、違う、親違うみたいな、その男の子は、親、後ろでワークショップやってるみたいな、なんかその、アクセサリーをいろんな手作りでやる、ワークショップを教えてる人のお子さんだったの、そうで後ろ後ろでワークショップやってる親はみたいな、言ってきて、ああ、なんか、運営最後の内部の方のお子さんでしたかみたいな、俺もすぐキャップ外して。 すません失礼しました。また、お願いします。ウケるよね、この辺はやっぱりもう、鉄板水を得たな。水を得たな、ありがとうございます、って、天使というか、もうなんか、笑いの神が、こう、男の、あるからるよね、うわーみたいな、こうなんか、今回改めて学んだというかね。 客いじりの偉大さというか、うん、<laughs> 多分客いじりでもないもう、うん、むしろ、うん、向こうからの演者いじりというかね入ってきてくれてるからね、うんうん、そこの本当になんか、うん、助かったみたいな助かったな発的なそうで話聞いたら本番もいるんだって あ、その、なんか、現地、え、富士ロックの、その、現地にも、その男の子が行くんだって、そのワークショップみたいなのがあって、そう。だから、ちょっと、その、神にもう一回会いに。その、お礼を言う。お供え物と、おはぎとおまんじゅう持って、ちょっと、その子にお礼、お礼しあと、ワークショップで金落としまくって。ワークショップで、子供連れてって、金落としまくってという。ちょっと、やっぱり、向いてない。イベントでの、なんか。

あのま、吸ったことないんですけどもね、はい、生まれてこの方。別に吸いたいとも思わないんですけど、最近、タバコすごい高くなってるじゃないですか。税金上がって<ー>で。吸う人の数が減ってきたことで、ちょっと思うのかもしれないんですけど、うん、こうやっぱ何人かで遊んでて、この誰かが、ちょっとタバコを吸わせてって言って、吸わない俺たちが、うん あのちょっと離れたところで佇んでる、うん、この時間は、うん、これ何なんだろうっていう。<laughs> まあ、あるはあるよね。あるでしょ。ある、うん。うん。こういや、まあ、本当にただただ待たされてる時間じゃないですか。れ <laughs> 何の意味もなく。<laughs> ああね、ああまあね、うん。そう。それがなんかこう、まあ、みんなで遊んでる最中に発生したりするわけですよね。<ー>だって、その、普通に遊んでるんだったらいいんですけど、ああまあ、その、旅行、 だからそのいるのかそういわゆるまあ友達とかまあまあ友達の中にいたとしたら発生してくるじゃないですかそ,ううその旅行の時間をただただただむ時間が発生してくるっていうのは、うん、<laughs> ちょっと何なんだろうなこれは、ね、まあ生まれてしまう時もあるかもねうんそう で、昔はさ、うん、でもそんなことはそんなに思わなかったんですよね。<ー>うん。でもやっぱ、タバコ吸ってる人口が昔は多かったじゃないですか。う,う,うん。なんで、こう、タバコ吸ってくるって言われても、付き合ってあげられないなぐらいの感じに、思ってたんだけど。何とかというとこう。うん。そう。でも最近は思うんですよね。<ー>やっぱこう、吸ってる人の、 あの人口減ってきたんで、まあ割合がこうねう、で、吸ってる人はやっぱり、うん、それはね、その時間、充実した時間にはなってますよ、ね、欲をこう満たしてるから、ねうん、満たして、一番気持ちいい時間でしょ、うんうん、だけど、あの俺たちはその時間、無なわけじゃないですか、<laughs> まあ、無,無じゃん。まあ無だねん、うん、まあ その気をつけてる人も多いと思うけどね、その、<何>無を生み出さないために、ご飯食べてる時に、ちょっと行くとか。行ったりとか。うん、でもその、ご飯食べてる時に、行かれた時の、<laughs> その、俺たちって無じゃないですか。ああ、そう二人で行って。二人で行ってたらそうか。でも三人で行っても二人行かれちゃったら、あ<ー>俺無じゃないですか。 うん。うん。向こうの方がこうね。なんだこれ楽しくないなみたいな。<laughs> ちょっとなんか。2> 2行かれちゃったらそうね。う食べ終わっちゃったりしてるしね。うん。食べてる最中に行かないでしょいやそうだね。行くんだったら、うん、あの、料理した時に行ってよって思うの。<laughs> 料理食べ終わったって言ってるでしょあの人たち。そうじゃないと、無の準備しちゃう結局。ああ、そうか。そういうことですよね。うん。で、もうなんかちょっと携帯見たりとかね。はいはいはい。喫煙所行くんだったら、なんかちょっとブラブラして、ああ、こんな店なんだとか、なんかね、やってみたりとか。自分でその時間の楽しみを見つけて潰さなきゃいけないでしょうん。いや、そのね、この時間を潰すためのことを、 これなんで俺たちが探さなきゃいけないんだろうなっていう感じやん。そう言われると、まあまあそうだね。俺たちが探すもんじゃなくないって。うん。いや、タバコ吸う人に、いや、タバコ吸うなよとは言わないですよ。全然、好きだと吸っていただいていいんですけど、でも、タバコの数時間の、このタバコを吸わない人たちを待たせる場合は、このタバコを吸ってる充実感と、 同等かそれ以上充実させることを、与えてくれよって思う。それに、それにそれぐらいの充実感を与えてから、う行きなさいうそうわー、難しい。すごいじゃだって、タバコ吸ってる人の、タバコ吸ってる時の充実感すごいよ。結構な高さでしょだって、俺、そんな時間無なんだから。うん。無、無じゃないよ。マイナスになってる可能性ある。なんか、うん。なんだろ、うこの時間みたいな。一緒にもう動いてたら、もっと他のことにね、うん、ついたのにっていう。 ことじゃないですか。ええ。いや、だから、例えば、ね、その、喫煙者が、美味しいスルメを持っといてね。うん。ちょっとタバコ吸ってるから、このスルメ、どうぞしゃぶっといてくださいっていう。うん。美味しいやつよ。めっちゃいいやつ。いいスルメうん。いや、いや。いいやつだよって。取り寄せたやつだからって。そう言われても、うん。嫌だななんか、まあ、それ、ぶるか喋らないか自由じゃないですか。うん、まあまあ。で、うまいなって思いながら。 一応その、提供したという、のでも、そうですまあまあいいわけでそのなんか何もないよりはいいし。ただこれ気をつけてもらいたいのは、この、スルメをしゃぶるでしょうスルメしゃぶって、で、喫煙に行って、喫煙者が帰ってきたとき、ね。俺がスルメしゃぶり終わってなかったら待ってよっていう話、別に移動できるだろ、しゃぶスルメに関しては。ちょ、タバコは。吸いながらタバコとったもんだったよ。俺はスルメしゃぶりだから歩きたくないよ、俺だって。 ちょっと待ってよって。そっちはなんか。ちょっと待って。恥ずかしいじゃんって。満足したかもしれないけど、そっちはって。俺まだ満足してないんだから、このスルメに対して。ちょちょ、何そのスルメへの熱がそんな高くなっちゃってる味しいんだから、さっきもらったばっかの。スルメ喋り終わったらにしてるよ。話になるんで。あゃううん。あとあの、俺これはいいなと思ったんだけど、昔流行ったあの、なんか小さいテトリスのゲームのキーホルダーだろはい。はい。あれを持っといて、あの、ちょっとタバコ吸ってるから、これちょっとやっといてって。 ハイスコア超えてみてって。<laughs> ちょっとよくちょ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 それなら、うん、それなら別に自分がインストールしてる携帯ゲームやるでしょ。いやいや、だからそのさ、<laughs> 選択肢を。<laughs> いやいや、選択肢与えてるけど、もっと面白いもの持ってるから、別に自分で。<laughs> あれの面白さ、半端じゃない。面白いけど、本当に何もないときでしょ、それ。そうだよ。<laughs> 別に、ムン、ムンの状態になっちゃうから、うん、どうぞって、うん。うん 俺のハイスコアと超えてみて。これ俺のハイスコアだからって。そうそうそう。チカシカしてる一個のやつが出てきたら、なんかボタン押せば無限になんか出てくるやつだから、下にって。あったっけ、そんなの。まあまあ、一回やったら面白いかもしれないけど。あと、あの自作のクロスワードパズルを持ってて、いや、ちょっとこれ解いてみてって。キーワード分かったら教えてって。 待たしてる人みんなにやってるから抽選で1名に和牛が当たりようとしいそこまでやってくれたらめちゃくちゃ楽しいわめちゃくちゃ手込んでるもんね金もかかってるしそこまでやってくれたらいいなそうだよテトリスとかより全然一緒これぐらいだったら全然ちゃんとした公式のクローズワードの感じなんだって和牛プレゼン和牛買っといてね全然いい全然いいいいけどねあとあの スライム作ってきたんだけど、もんどいちって。それ、それだな。スライム作ってきたら、もんでたやって。うん。地面にべちゃってやったりしてもいいんだよ、これは。ああ、うわ、自由に使っていいの自由に使っていいよ。小石いっぱいついちゃう小石いっぱいついちゃってもいいよいや、小石いっぱいつ、つけたい欲があるわけじゃないんだけどまあまあ、それ気にならないでしょ人のスライムだからああ、いうことですね。まあ、ずっともんでてもな。うん。それは嫌だな。 あとはあのーあの、時間をつないでくれる人雇ってて、うん、今、電話その人とつながってるから、うん、この人と喋ってる。めちゃくちゃ気まずいて。面白い人だよって <laughs> <laughs> 人の紹介で、この人、面白い人だよほど信用できないものないから、本当なんだよって、面白いよって、うん、そう、一回話しては見るけどね、うん、だからあの、聞きたい話、リクエストしてみて。 すごいそれ専門でやってる機関だからやっぱりエピソード出てくるってこと出てくるですね。運動会とか言ったらとか。昔ねって。すごいそういう人雇ってるから。あと、緑と赤の眼鏡かけて本から絵が飛び出してくるやつ。これ懐かしいでしょって。懐かしいでしょって。これいいよ、見ててって。 やりたい時ある。あるでしょ。うん。3D 眼鏡みたいな。3D 眼鏡みたいな。うん。それ目の前に出されたら確かにやりたくなっちゃうかもしれないな。うん、そうだよ。ああ、いいのもあるね。あるうん、うん。あのー、あとは、今から俺が喫煙所で、うん。紫の煙出るタバコ吸ってくるから見てて,って <laughs> <laughs> ああ、それ見ちゃういう道や。うん。他の人びっくりする。ええってうん。えー、って。そう。遠くから見てたら被害ないでしょ。<laughs> ああ、そうね。うん。 のろしみたいのがふわーって、ペついてえ、<laughs> <laughs> それ大変なのは、そのタバコ用意すんのがな、大変だな。うん,ね、うん。あ,<ー>あと、待ち時間潰す用のフェレット買ってるから、こいつと遊んでねって。<laughs> <laughs> <laughs> いやー、やうね、それもだって<ん>何、旅行とかだとしたら、はいうん、フェレット連れていくわけでしょ連れてかない,いけないですね。それで、いろいろまたロスする、時間を。んん 飛行機乗せるととか、うん、ああフェレットの時間、いろいろフェレット乗せる時間待ってるの、あれだから、うんあの、待たせてる時楽しませる人雇ってるから、この人てて <laughs> い、そいつ出てくる、まあ、じゃあそいつでいいじゃん、<laughs> フェレットじゃなくて、<laughs> ずっとそいつだと、飽き<え>ちゃうからか、うんうん、そういうこと、ね、と併用して、うんあのー、おいしん坊の山岡さんが貝原雄ー,ーに負ける回だけファイリングしたから、これ見といて。<laughs> <laughs> 分かんない分かんない俺だっておいしいも読んでないもんね <laughs> 全くそれでいきなりその <laughs> そこだけ,れけのだけファイリングしてる珍しい回があるからこれ読んどいて,って、うんうん、それやっぱ見どころなわけですね見どころすねそこだけ渡されても俺はな困っちゃうよなうんこういうのをやってくださいこういうのやってくださいじゃないこういうのをやってくださいじゃない いいよそういうのやってほしいねんどれでいい自分でうろうろ見せ見たりとか <laughs> 携帯に知ってる方がいいもん提案はしてほしいよこっちからねその罪滅ぼしというか,そ,うかその努力からしたい,ういそうかなっていうことですねハライチのターンハライチのターン はいちょっとそろそろお別れのお時間ですラジオクラウドのほかアップルポッドキャストスポッティファイアマゾンミュージックなどでアフタートーク配信しています配信はこの後深夜3時くらいになりますこちらもぜひお聞きください、はい、あんまり考えたことなかったな俺はなんかうんもうなんかもう止まっちゃってたなーーだからーそうねーでもヘビースモーカーだったんですよ、うん、なんかこのなんていうのあの喫煙所減ってるわけじゃないですか、うん、なんか そのここ喫煙所あったからっていうさ感じじゃんうん。ここですっとかないとみたいな「そうここですっとかないとないんだよ」うん。知らないよ何かその上なんか聞きっかはセーブポイントみたいなちょっとセーブないとってこの後ないんだ全くってボスなんだいて知らないよだからそれことやっぱ大悟さんがさ吸うからさ 大悟さんと金田さんとかってやっぱね3人で行ってた人がいなくなっちゃうそう二人でそう行っちゃって一<ー>人になってんですよねう、うん、ちょっとそれはもう知ってる方考えてみたい <laughs> <laughs>、えー、最後にお知らせです、うん、来週の放送は7月27日ということはなんとこれ偶然にも岩井さんの誕生日である7月31日の4日違い、うん、ということで来週の『ハライチョターは岩井勇き生誕祭スペシャルをございます ってなあいやお4日違いが一番遠いんだよ四日違いが奇跡ですか4日違いが一番遠いの一週間4日ってだって近いじゃないが4日ですよ週1でやってる番組4日って近いよね一番遠いのすごい一二三4四日違いということで来週は「タニス i s 全員 単生物でしたっけ生物もう覚えてないんです単生物全員で岩井さんの誕生日盛り上げましょう、うんはい、スタジオ G ブリの勢いに追いつけ追い越せ君たちは

先行ハッシュタグ「君たちはどう祝うか」今日トレンド入りしても構いません先行ハッシュタグ「君たちはどう祝うか」ぜひお祝いす君たちはどう祝うか」岩漢字岩にしましょうか岩石の岩にしましょうか祝うか君たち君漢字たちはひらがなですねたちはひらがな あ、タッチはどう、あ、だから、君たちは。どう、生きるか。の感じですね。で、岩。<laughs> いや、ハッシュタグを、はい。岩だけ見て。はい。ね。岩俺にたどり着かれた時は、恥ずかしすぎるから、やめと。<laughs> 岩の岩は岩石の岩でお願いします。<laughs> 君たちはどう生きるかを楽しみにしてる人が、おっしゃって。たど、はいはい、<laughs> り着かれた時、恥ずかしいから、やめ。て <laughs> 君たちはどう、岩、うか。<laughs> ですね。先行ハッシュタグです。皆さん、よろしくお願いします。ね、お祝いメッセージ。 ガンガンねいいお待ちしております全ての宛先は ht.mac tbs.co.jp ht.mac tbs.co.jp すべて小文字ハライの「h」とターンの「t」です、はい、ぜひお楽しみに、はい、ということで TBS ラジオの沖きの皆さんはこの後ともお久慈ちゃんくんおぎやはぎのメガネビーキでお楽しみくださいということで今週はこの辺で原ライチサト岩井勇気でしたまた来週